皆様、本日ここに名古屋動物園を開園いたしますことは、私ども大いに喜びとするところであります。ここには皆様方にお楽しみいただけるよう、世界中から鳥や動物が集められました。どうぞ動物たちとの出会いを楽しみ、そして大事にしてあげてください。ここに集められた多くの動物たちは皆貴重なものばかりです。この地球ではたとえアリや小さな虫たちでも、それらがいなければ成り立ちません。皆必要で存在すべき意味があるのです。どうか皆さん、生き物たちを大切にしてください。そして次の世代へつながっていくように守っていきましょう。
14種類、27頭の動物が殺されました。
への爆撃で動物園の損壊により猛獣が逃げ出し人を襲う危険があるため動物を殺処分すると発表されました。
毎日みんなのために毎日みんなのために毎日みんなのために毎日みんなのため誰もいない誰もいない誰もいない誰もこの狂った人間を止める者が誰も誰もいない誰もいない誰もいない誰もこの狂った人間を止める者が誰も彼は欲しがった生より死も生より死も欲しがった死生生生生生生ではなくて死死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 ではなくて死でも今は走れない体がガタガタ歯も抜けそう寒い冬凍え死にそうさよなら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 体も弱りもう終わりだよよ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 でも生き続ける島もよ東京の街横断歩道体も弱りもう終わりだよよ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 でも生き続ける島もよ東京の街横断歩道さよなら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 I'm sorry.
버려 사요나라. 무단히 와시나이 君の死後上田物たちに君の体を分け与え君を覚えて分かち合うよ君を覚えて分かち合うよ Get the door!
避けた軍服を着た兵士が武器を持ち泣きながら悲しみに暮れている。小さな子供たちが白い花の束を持ち手を振っている。
新しい価値を 憲法に新しいアイデアを 日本の人へ世界の人へ 日本の人へ世界の人へ それが憲法10条 広島の原爆で白血病にかかり首都戦っています。少女の名は貞子。折り鶴を千羽折れば生き延びる願いが叶うと信じて鶴を折り続けるのです。 801は 603は
Sadako, 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 Sadako.
この議会に集まりました。日本で起きている深刻な問題を真剣に話し合っています。
ても喜びました。しかしどうしても上野動物園に象が欲しいと願いました。そこで子供たちは大勢で国会まで行進をしたのです。とても力強く世界中にその思いが火のごとく広がっていきました。遠くインドではネーブ首相が象が欲しいという子供たちの手紙を読んでいます。
動物園の皆さんありがとうございました。